梅木真嗣は森屋市議会議員。神奈川県川崎市にて父、三母、智子の長男として生まれる。5歳の時母の生誕地茨城県森屋町に転居。その後も当市本町に在住。1983年に結婚後一男二女の父となる地元である町立森屋小学校、町立森屋中学校を卒業し、茨城県立藤城高校に入学。 卒業1980年、父親の家業である有限会社、梅木商会に入社、専務取締役に就任後、社業は再生資源取扱いから大きく転換し、産業廃棄物処理業となった。中間処理を岩間町に設置、他中間処理施設を筑波未来市に建設した。その後中間処分業から収集運搬業に特化し展開している。 2010年代表取締役に就任現在に、至る2000年に森屋町議会議員初当選2位で初当選。その後2期目の選挙より4期連続トップ当選。委員長や副議長を歴任し2016年の選挙では2342票を獲得2位の当選者から800票以上引き離し、当選。2016年森谷市議会議長に就任し、 現在2期目現職。鳥出青年会議所の副理事長、森屋商工会青年部副部長や理事そして、龍ヶ崎法人会青年部長などを務めた、地域のボランティアとして、消防団に30年以上活動し、数々の報奨を受けている。ありがとうございます。